皆さんどうもこんにちは、ナモです。さて今回も引き続いて平家物語の第9話を見ていきたいと思います。確か平家物語って全11話構成だったと思うんですよね。ということは残り2話で終わってしまうっていうことですかね。前回は野生っ気が強い義仲さんが出てきて栗から峠の戦いが繰り広げられました。その戦いで大敗北をしてしまった平家ですが、これからのストーリーはどんどん平家が追い詰められていく展開になっていくと思います。一方で母を探して旅を続ける主人公の美和ちゃんですが、さて美和ちゃんは母親と再会できるのか、また平家のみんなと再会できるのか見ていきたいと思います。そしてそろそろ源の義経が出てくるんじゃないかと期待しております。平家主体のこの作品、平家物語ではありますが、義経さんの登場も見逃せません。それでは早速見ていきましょう。平家物語第9話です。ゴー。はい、それでは早速見ていきたいと思います。笛の音から始まりましたね。この美しい背景が、四季折々の日本の情景が美しい。そして BGM は笛の音、風情があるね。船？海の上かな？海の上で笛の音を吹く誰かの姿。ピワちゃんめっちゃ食べるやん。静か御前。そっか、前回の回でこの人たちに助けてもらっててんな。白拍子の人たちに助けてもらったんか、ピワちゃん。かわいいこの3人の白拍子。あー、ピワちゃんが琵琶を弾きながら白拍子が舞を踊る。美しい。ピワちゃんも楽しそう。目キラキラしてる。おー、こっからのオープニングですね。このオープニングもあと見れるのが2回かと思ったら物悲しいな。重盛、なんかさ、平家のみんながさ、オープニングでこうやってさ笑って見るのがさ、すごい悲しい、苦しいねんけど。これからのさ平家のさ運命を考えるとすごくこのオープニング悲しくなる。第9話、あら、イフトモモ、白拍子たちの笑い声。ああ、思い出すのが平家のことか、琵琶ちゃん。あら、白拍子の3人たちと一緒に旅をする感じ？いいじゃんね。今日の街も物騒だしの。おお、いい太もも。義仲さんより平家の方がまだマシだったってね。おや？もしかしてこれは琵琶のお母さんの話かな？元は白拍子ってことは今はもう白拍子やめてんのかな？義仲さん。義仲さんやりたい放題、好き放題ですね。後白河法皇怒ってますわ。三種の神器ね、帝も持ってるから。後鳥羽天皇って今の時代に出てきてんや。あら、これ森トラウマになってる。スケモリ、あら、スケモリも立派になったね。スケモリに見えないわ。うわ、どんどん平家が追い詰められていくね。太宰府から退けって言われて、敦盛もすごく大人になったね。イケメンやわ。これ森清常、あー、どんどん追い詰められていく。平家一門は歩いて箱崎の杖向かったそう。歩いてか、以前の平家の栄えは見るも無残。徳子様、なんていいお女性。このような雨の中どこへ行くのです。帝が安心して暮らせるところです。もう少しの辛抱ですよ。徳子の母親像がすごい。母は強い。清常、我らはもう網にかかった魚も同然。この3人の白拍子のおかげですごく癒されてる。あ、ピワちゃん見たのかい？それは見ているのかい？未来を。陸へ上がろうとするたび敵が出て、今夜も船の上で生活するようになっちゃったんや。それぐらい追い詰められてんねんな平家。あ、この笛の音は清常の音やってんや。冒頭で鳴ってたあの笛の音はまさか清常？まさかか。
じゃん。げっそりしちゃって。りはやっとお母さんに会えるんか。もしかしてお母さんに会えるのかい。あ、アサギの方。あら、アサギ、あなたの名前。私がその名で呼ばれるようになった。アサギの方、それがビワちゃんのお母さんの名前。でも 目が見えないんだな、お母さんは。越後兵士の元に行ったんや。お母さんは何もしてやれなくてずっと祈ってたわ。どうか静かに、どうか安らかに。何もできなくとも祈る。平家の行く末を見届けて、祈りを込めて琵琶を弾く。琵琶にもできることが見つかったか、琵琶ちゃん。はあ、すごい。あら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 、後白河さん幽閉されたの。義仲打った方がいい。雅子に聞くんか。義経どう、使わせては。義経めっちゃかっこよくなかった、今のシーン。鎌倉の源氏に義仲は倒されたのか。綺麗な人。鎌倉の源氏はどんなんじゃ。義経、もしかして梶さん。嬉しい。すっごい嬉しい。うわあ、ここは名シーンや。鹿が通れるなら馬も通れよ。弁慶も出てきた。ちょっとめっちゃ複雑やねんけど、なんかさ、ほら、もう両方応援したいけど、すごい、どうしよう。あー、兵士の兵が集まり。あら、笛、大切な笛やな、持って帰るな。あ、もしや、これは名場面や。敵に後ろをお見せなさるのか。このシーンをアニメでやってくれるんか。あつ森とこの武将の熊の話やんな。ビワちゃんの語りシーンです。ここで来んのか今回は。うわー、必死に戦ってる。うわー、うわー、美しすぎる。このシーン、このシーンをアニメで見れるなんて私は幸せや。うわー、よかった、すごいよかった、めっちゃよかった。うわー、めっちゃ感動しちゃった。すごいよかった、めっちゃよくなかった、めっちゃよかった。ほんまに感動してしまった。はぁ、見終わりました。感想に行きたいと思います。頭のチャンネル、はい、ということで見終わりました。平家物語第9話です。今回は語りどころ満載の9話でしたね。どんどん追い詰められていく兵士、そんな辛い状況を耐えることができなかった清常は入水自殺してしまいます。ビワちゃんが清常の名前を叫ぶシーンは胸が張り裂けそうになりました。その場面を右目で見てしまったビワちゃんは何もできない自分の不甲斐なさに涙を流します。そして母親と再会を果たしたビワちゃんですが、母親との再会の中でビワちゃんは祈ることを知ります。どうか安らかに、どうか静かにと。今まで何もできないと思っていたビワちゃんでしたが、母親との再会で自分のできることを見つけるのです。この展開には震えました。一方その頃、京では平家を追い出した義仲が好き勝手に暴れ回るようになりましたね。そんな義仲を討ち取ろうとした頼朝、そこで登場したのが皆さんお待ちかねの源の義経さんです。まさか CV が梶裕貴さんでしたね。兵器を一匹残らず駆逐してやるっていう幻聴が聞こえてきそうでした、はい、そしてまさかの義経さん、超美形でしたね。なんか史実では義経さんはチビで出っ張って
って言われてたみたいですけど、まあ個人的には義経を美少年に描いてくださってありがとうございますって感じです。もし現代に義経さん本人がいてこのアニメを見てたら、俺をこんな美少年に描いてくれてありがとうございますって喜んでると思いますそんな義経さんが見せた今回の一の谷での戦い、落ちたら間違いなく死ぬような崖を見て、鹿が降りれるくらいなら馬も降りれるやろっていうあの名シーンね、弁慶の笑い声もすごく良かったです。なんかまさに想像してた通りの鎌倉の原始って感じでしたね。そして今回一番嬉しかったのは、なんといっても敦盛 VS 熊谷の名シーンですね。この戦いは中学校の時に歴史の先生が教えてくれた話で、すごい印象に残ってたんですよね。まさかその名シーンをアニメで、しかも神作画で見れるようになるなんて思ってませんでした。敦盛の武士としてのプライドと熊谷の人を思う気持ちがぶつかり合って感動の戦闘シーンとなりました。このシーンをアニメで見れてむちゃくちゃ幸せです。生きてるといいことあるもんですねこういうシーンを見れるっていう嬉しさ反面、兵器がどんどん追い詰められていって、今まで見てきた人たちが殺されていく姿を見るようになるのはやっぱり辛いですね。って言っても平家滅亡は最初から決まってたことですし、私たち視聴者にはどうすることもできないので、ビワちゃんのように祈りましょう。そしてビワちゃんの語りを、物語の行く末を見届けていきましょう。次回は10話です。それでは来週またお会いしましょう。バイバーイ。いやー